ボートレース江戸川、ちょっと長めの4日間開催になりました第47回のデイリースポーツ杯です。ポイント制のシリーズ、勝ち上がってきた6選手が登場しました。優勝戦の12レースです。対戦メンバー1号艇横澤浩二、2号艇森崎裕太、3号艇小出沢隆弘、4号艇細川明人、5号艇坂本博人、6号艇藤田俊介、以上6選手です。人選人気の中心になりました1番の横澤浩二です。初日から3連勝もありました1番の横澤、優勝戦ボールポジションゲットしました。2コース地元東京支部2番の森作雄太、大江戸賞に続きます江戸川連続輸出になります。3コースには4代目の江戸川番長です。3番の小出沢隆弘が入っていきます。引っ張って角位置、4コース4番の細川明人、前節の地に続きます連続輸出、流れが乗ってきました4番の細川角、5コースには5番の坂本博人、江戸川連続 V がかかる5番の坂本、大外6コースは6番の藤田俊介です。2節前の玉川がデビュー初輸出、それに続く2回目の優勝戦進出になりました。1番横澤からの人気、人気の相手は2番の森作、そして3番小出沢です。ダッシュ勢からレバーオンしていきます。優勝戦12レース、進入員から1番2番3番4番5番6番です。最高優勝戦12レース、スタートしました。インコースから5コースまでがスロットスリットになりました。1マークへと向かっていきます。1番横澤の陰線、2番の森作が差しハンドル、3番の小出沢が外や中を行きましてバックストレッチです。インから振り切りました1番の横澤が先頭です。差がない2番手には2番の森作、その森作が直線伸ばしていきまして1番横澤にへさきをかけに行く。その後ろからは5番の坂本、さらには3番小出沢、6番の藤田、スタート前提正常でした。へさきかからず1番の横澤が一緒にマークは先取り、そして2番手ですけれどもくるっと回った3番コルサーが一気に2番手上昇です。先頭1番の横澤早くも5停止のリード、そして2番手争いですが3番のコルサーからその後ろからは5番の坂本、2番森さん、これが3番手争いになりました。レースは2周回目の1マークです。1番の横澤が先頭で2周1マークをクリア、2番手が3番の小出沢、3番手小回り6番の藤田追い上げてきました。6番藤田の追い上げですけれども外からかわしていったのが5番の坂本、5番の坂本がバックの中間地点でわずかに3番手、しかし内側から盛り返してきたのが6番の藤田、その後ろから2番の森作、ラストが4番の細川、2周2マークへと移ります。外枠両者の3番手争いは6番の藤田が内側から先制、回しての差し5番の坂本ですけれどもホームへと戻ってきまして、まだ外枠両者の3番手争いは続きます。レースは最終周回です。先頭は1番の横澤浩二です。今シリーズ4勝目、大きな白星になります。トップで最終1マークをクリアしていきます。2番手が3番小出沢、3番手は追い上げました6番の藤田が5番坂本を突き放しまして最後のバックストレッチに入ります。上位の体勢は1番3番6番の体勢で最終ターンマークへと移ります。3月の常滑以来です。江戸川7回目の優勝、通算61回目の V に向けまして1番の横澤トップで最終ターンマーククリア、2番手3番小出沢、そして3番手は5番の坂本、内潜ったんですけど6番の藤田が3番手、まもなくゴールです。優勝は1番の横澤今ゴールイン、2番手3番小出沢、3番手6番の藤田ゴールイン、5番の坂本、2番の森作、ラストが4番の細川ゴールインしています。